されてた。せーの、あすごい良かったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。楽しかったですし、綺麗でした。え？ナンパされてる？ナンパしてる。映像が桜が。びっくり。桜が。びっくりした。びっくりした。急にね。映像が。カツラ綺麗でした。急に。なんか綺麗でした。綺麗でした。お疲れ様です。イエーイ。始まります。始まりますね。始まります。時間がないない。ないない。受け継ぐ。はい。でも今日まですごくチームインでいっぱい合わせたので、割と不安はないというか、楽しみのがかってるので、あとは楽しみだけですね。以下同文です。はい、イエーイ。頑張ります。頑張ります。どこ放送したらいいと思います？ここ。じゃあ、本編は、いい推しかな。いい推しもいいですね。でも学校、学校ブロックもいい。生徒先生に分かれてやってるところも。そこが見どころ。でも多分あの見た時にあのここがいいなって思ってくださったところが多分いいところだと思うので。多分そこがメンバーと一緒だったらこう私たちとね一緒な、 なんか思いが通じ合ってるってことだと思うので。これが私のリーダーです。うちのリーダーです。なるほど。リーダーは。さすがです。そんな考え全くなかったです。ごめんなさい。さすがです。さすがですね。いいと思ったところをぜひ、ね、使っていただいて、そこが私たちと通じ合ってるってことなんで、そこだけ使われることじゃないですか。だからこっちカットで、はい、こっちかもしれない、はい。しかも先の方がうまく見えてる。間違いないです。はい、かわいい。すごい。なんかさっきファンの方の声が聞こえてきて、びっくりしました。コールしてるって思って。早くもコールが。そうですね、すごい。頑張ります。ドキドキしちゃう。なんか失敗はしなさそうなんですけど、何の緊張か分かんないですけど、めっちゃ緊張してる。こんな緊張することめったにない。ドキドキ。ドンさんドンさんドキドキしてないんですか？してるよ。だいぶやばいです。え、うちも結構やばい。てかなんかもう手と足一緒に出しそう。ドキドキ。めっちゃ見えなすよ。やばい。でもかおちゃん本当に出して頑張ってきます。あー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 。緊張をほぐすためにハグしてました。ハグしてました。なんかそうやると緊張ほぐれるって言いません？聞いたことないです。あれ
そう。ちなみに私も聞いたことなかったです。楽しかった。お疲れ様でした。なんか寂しいもん。楽しすぎて終わっちゃった。まだ全然いける。どうしよう。どうしようか。いやもうなんかやりきって今ヘトヘトなんですけど。25歳頑張りました。楽しかったです。めちゃくちゃコールがやばかったです。 JMA が本当にすごくて感動しちゃいました。本当カードケースにしてたんだけどあまりにも落とすからもうベニオベニオになってる。トイカメラっていう台湾のカメラで SD カード入ってるんですよ。ちょっと前にロッキーコンアースで買って。感想をいただいていいですか。リラックスしてると思って。おかしい。どうぞ。私も見切れるんでも。私も見切れるんで熊崎さんに。はい、さっき 4K で接写きついですって。はい、4K で接写きつい。4K じゃないですこれ。4K じゃない。あ、じゃあいいですよ。どうでしたか。そうですね。もう達成感に満ち溢れてて、今すぐお風呂入ったら寝れます。はい。ありがとう。アイドル楽しい。イエーイ。お疲れ様でした。お疲れ様です。最後に可愛い顔しとこう。ここだけ作ってください。急にありがとうございます。みかんさんとこんなに喋ったの初めて。みかんさんって誰ですか。みかんさんって誰。きのこさんを聞くけど、はい、今日からみかんさん、みかんさん、今日からみかんさん、そうだ、みかんさん、みかん、あ、違いますね。きのこが名前でみかんが名字だったみたいな。きのこみかんさんです。あれ、みかんきのこ、きのこみかん。それか緑ネームの方がいいですか。どっちがいい、どっちがいいですか。どっちでもないです。じゃあ、きのこみかんさんで。これこそ YouTube 行きですよ。やめてください。でも優しい。お蔵入りじゃなくて YouTube 入りなのが嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。きのこみかんさん、ありがとうございます。きのこみかんさん、これからもよろしくお願いします。みかんきのこさんだけな。ありがとうございました。はい、ご挨拶させてください。おはようございます。おはようございます。チーム K2 です。今日は本番ということで、たくさんの方の支えがあってこのステージに立てていることに感謝して最高のステージを作っていきたいなと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここら辺の真ん中ちょっと意識しておいて、はい、うん、そうするとなんか全体を見てくれてる感じになる。チーム K2 です。そこからこっちに向きたいです。よろしくお願いします。みかん、みかん。何ですか。何その笑い。その笑いなんですか。おはようございます。調子はどうですか。最高です。見てましたか。見てました。お、じゃあ早起きしたんですね。当たり前じゃないですか。偉いです。褒めます。さようなら。バイバイ。これからです。頑張ります。はい、お願いします。調子どうですか。いや、もう今日は元気で。はい。元気に。私いつも準備バタバタしちゃうんですけど、今日はなんかテキパキ動きました。今回はミックスジュースをテーマにしてるんで、あのかっこいい系とか可愛い系を披露した後でミックスされるのでメンバー全員が。そこに注目してほしいなって思います。なんか一大イベントです、このコンサート。はい、あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、晴れてアラサの仲間になったということで、はい、自覚ある行動をしていきたいと思います。皆さん、こんばんは。間違えました、こんにちは。声出す準備できてますか。もっともっと声出せますか。最高です、ありがとうございます。ここから、はい、何ですか。ここから声、あ、なんだっけ、声出しブロックみたいなやつ。ちゃんと言う。なんだっけ、ちょっと待って、本当に待って。コール、あ、コールブロック、コール祭りブロック。あ、ね、なんでめっちゃ知ってるやん。え、言ってほしいから。すいません、コール祭りブロックです。あ、私そのセリフないんですよ。はい、コール祭りブロックっていうセリフがなくてちょっと頭から吹っ飛んでました。すいません。言って欲しかっただけ。だけだけに撮ってたけど忘れちゃった。いやいや、すいません。なんか、ね、聞いてみて。ここから何ブロックですか。これはコール祭りブロック。すごい、
なんで覚えてる。やっぱエンジンしたんで、しっかり。そうですよね、はい、これが頭がよろしくない人と記憶力でしょ。また人のどんな感じに なりそうですか。ここからですか。でも、何かもしかしたら最後らへんも声出ない。確かに枯れそう。よいしょ、終わりました。どうでしたか。どうでしたか。楽しかったです。はい、盛り上がりました。めちゃめちゃなんか声出し、なんてコール解禁されてから初めてこういう大きいコンサートだったんですけど、なんかファンの皆さんの声が、まあ、私たちが入った頃は当たり前だったというか、なんかあるのがそういう文化だと思ってたけど、やっぱこう2年、2、3年なくてこうやって聞いて、なんか本当にファンの皆さんの声援って力になるなって改めて思ったし、最後の愛の数の時に赤いペンライト、ファンの皆さんが振ってくださった時に、本当に K2 もだし、SK もだし、こんなにたくさんの人に支えられてるんだなって思って、すごい嬉しい気持ちになったし、本当頑張ろうって思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいこと言いました。いいこと言いましたね。もう達成感に満ち溢れていますね。なんだろう、いつからレッスンが始まった、まあ、1ヶ月前ぐらいからレッスンを進めてきて、やっぱこう新公演が終わった後ってこともあって、やっぱそのファンの方はやっぱ期待してる方も多かったので、やっぱり少しプレッシャーはあったんですけども、まあ、みんなでいつも通りテーマ決めて、なんだろう、まあ、K2 らしくお祭り騒ぎできるセットリストと、やっぱコンセプトに沿った楽曲を組み込んだので、声出し、約3年ぶりに声出しできるっていうのもあったので、なんかやっぱさらにファンの皆さんには楽しんでいただけたコンサートになったんじゃないかなって思いますし、まあ、今後も変わらずチーム K2 の応援をしてくださったら嬉しいですし、まあ、まだまだリーダーとしては未熟ですけど、力になれるように頑張りたいなと思います。ありがとうございました。はい、めっちゃ締めた、めっちゃ締めた、めっちゃいい感じで一気に一気に行きましたね。はい、すいません、携帯忘れてきちゃったんで一緒に行きませんか。どう、上に、え、じゃあ喋りながら。そう、喋りながら、はい、出し切りました。でもなんかやっぱ夏とかは2回公演してたから、なんかこの、わ、お昼1回これで終わるんだって思ったらちょっと、あ、ね、なんかもったいないっていうか、あんな角っこに置いてますか。もうクタクタになりながら全力で踊るっていうのが、こうなんかやっぱちょっと一つの目玉じゃないけど、毎回そういうなんかブロックを作ってるから。いやでもなんか新公演の曲をホールでできたのはめちゃくちゃ嬉しかったですね。自分たちのオリジナル曲だっていう気合が踊っててもみんなから伝わってきたし、やってやろうって気持ちになりました。これもついてるんですか。出てます。カニ、カニライクです。ありがに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。今日もカニライクのファンの方がたくさん集まってくださりました、はい、もうね、真っ赤に染まって、最後やばかったで、見ました最後カニライク、カニ色、カニ色でしたね。カニ色、びっくりした。2本とか多かった、うん、2本の人はまあ多分カニライク、 K2 ズみんなカニの指出した。 K2 だと思ってました。ケツネルがカニの色、カニたまたま、あ、そもそも、そう、そこから来てます。ケツ、うん、の2も爪から来てます。そういうこと、はい、カニライク動画になっちゃうじゃないですか。好きですもんね。自分がカニライクのメインに編集しちゃうだけでしょ。好きですけど。楽しかったですね。でもコールやっぱすごいよね。すごかった、めっちゃ楽しかった、うん、コールいっぱいできる曲が詰まってたので最高でした。これが見たかったんだっていうのが見れました。はい、盛り上がりましたね。めっちゃ盛り上がってたよね。え、盛り上がってました？盛り上がってました。そういうことです。終わりました。疲れた。でもなんか過去一 K2 で消費量が半端ないぐらい踊ったし、ほぼほぼ休憩がないんですよ。ずっとやってて、フリーの曲なんか練り歩いてみたいなのもないし、すごい疲れたんですけど。なんかもう全部の盛り上がる曲を詰めたみたいな感じだったので、ファンの方は楽しかったんじゃないかなと。
行きます。はい、行きます。せーの、はい。はい、OK です。びっちりリハーサルもうほぼ毎日みんなに会ってやってきたのでもうヘトヘトでなんかもう声に出して疲れたって言わないとやってられないような結構毎日踊り込みだったけどでも今それがあったからこそすごい自信を持ってステージに立てるのでやっぱり練習の量は裏切らないなと思っててすごいステージに立つのが楽しみです。聞いてないです。ずっと待ってました。待ってませんよね。待ってました。待ってました。期待です。でも今回のチームエースのセットリストはもう他のチームとは違ってあの勢いっていうセットリストなのでその勢いが伝わってなんかファンの方もいい意味で疲れたってなるような勢いを私たちがセットリストを通して見せれたらいいなってすごく思ってます。新公演を終えてチームコンサートが来てもう勢いを伝えてそれをもう見せつけるのみです。あとはパンチ長さん。お疲れ様です。なんで髪切ったんですか。あ、イメチェンっていうか若いうちに楽しんでおこうと思って気づいたら高校3年生で昨日から若さに限界を感じてきたので切りました。似合って、なんかお揃いみたいですね。ねえじゃないけどそう、私も外派でしないとキノコさんみたいな髪型です。またそれもお見せします。なんか見どころが多すぎてあそこ言っていいんですよね、曲名。はい、言っていいです。桜みんなで食べたのみんなで食べるところ。すごい一番です。え、もうそこがもう萌えポイントすぎて春だし、そうだからちゃんとモニターのあれ映してくださいね。ちゃんとあそこでアップにみんな一人一人抜かれるんで。なるほど、うん、私はそこの自分のテーマはあざとくなんで、はい、里加穂みたいに頑張ります。見どころは私手をつなぎながら公演にシャッフル公演でたくさん出てるんですけどチャイムはラブソングセンターやらせてもらいます。公演では4曲目なんですけどいつもとは違うセンターポジションなので張り切っていきたいと思います。いやもうシングルメドレーじゃないですか。怒涛のダンスブロックから怒涛で使いたいから怒涛のなんか昔結構やってたんですけどそういう風に結構いろんなハードな楽曲を踊ってファンの人がすごい見応えあるステージいっぱいあったんですけどやっぱ久しぶりになんか自分たちもいじめるじゃないけどみんなでこう頑張ろうっていう風になってるのでなんかその汗だくでヒーヒーになってる姿を見ていただきたいなと思います。自分で切るそこまでは使わないですからね。はい、ラスト。いや、私チーフ、おはようございます。楽しみです。ちょっとでも使えるかな、これ元気楽しみ、元気ってテロップでお願いします。ハッシュタグ、元気ハッシュタグ、いよいよ見せ場じゃないですか。え、見せ場でも、もうこっからがきついんですよね。こっからでもだって19歳できついから19結構真ん中の方なんですけど真ん中より下かなぐらいなんですけど他のみんなすげえと思います。老いを感じますよ。ここからきついですか。うん、から頭でもきつかったのに倍あるから頑張ります。頑張ります。はい、終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでした。終わった。最高でした。本当ですか。どこが一番最高でしたか。全部うん、やっぱり私ですよね。あー、終わっちゃったよ。終わっちゃったね。早いね。あっという間でしたね。あっという間に。これいつ使われますか。はい、いつ使われますか。これいつか。え、なんか東京までには使われますか。東京までに使われません。あ、使われない。そうなの。頑張れなきゃ。東京終わってから皆さん、夏の方もぜひ
ね、楽しみにしててください。シャッフルですけど、ね、同じになれるといいね。そうだね、みんなバイバイしたくないよ。チームS好きすぎて辛い、うん、好き、大好き。食べるもよし、飲むもよし、食べるもよし。楽しかった、あっという間でした。もぐもぐはおかしい、もぐもぐはおかしい。いやもうね、疲れすぎちゃって、糖分取らないとやばい、倒れちゃう。ほんとチームメイツらしさのもう思いっきり出し切れたんじゃないかなと思いますし、きっとファンの方もね、本当に楽しんでいただけたのが本当に伝わってきたし、なんかコールって本当すごいなって、やっぱりみんなの応援を耳、その目だけじゃなくて耳でも感じれて、なんかさらになんかこっちも引っ張られて、なんかすごいいいセットリストっていうか、一つのステージを作り上げれたんじゃないかなと、ファンの皆さんと一緒に。最高でした。うん、最高ですか。楽しかった。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたかって言われるのアナンたちだよね。そう聞きたいんですけど、どうでしたかだよね、うん、どうでしたか。一言でいいよ、はい、え、せーの、せーの、熱かった。はい、仲悪いです。え、なんか夏感じた、春超えて、うん、本当に春ブロックとかやってた時は本当になんか夏だったね。でなんかリハーサルの時よりもファンの方の声援、声援、声援の分、うん、本当にあの熱くて本当に懐かしました。私も以下同文です。使ってもらえない絶対これ。ハッシュタグ元気。元気。元気。本当に楽しかったです。いつかあなたたちの元気集作ってもらおうよ。作ってほしい。だから元気な話とか、せーの。あ, ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。あとなんか聞きたいことあるんですか、私たちに。これが高校生です。めんどくさいですよね、高校生って。めんどくさいって言われちゃった。本当に楽しかった。了解に。あのセーター T シャツ着てくれてる方いて、ずっとなんか手振ってくれて4階まで見えました。あは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 あチーム E の澤田香音です。皆さん見てくれてありがとうございます。この動画を見たらですね、このチャンネルのダッチ無補正に行けるかもしれないので、ぜひチャンネル登録といいねお願いします。